マットの弟たちの面倒を見てくれる村があるという。訪れたケンシロウ一行の目にしたものは花が咲き水も豊富にある天国のような光景であった。この村で子供たちの面倒を見てくれてるんだ。ただしこの村を狙っている野党たちを追っ払ったらっていう条件付きだけどな。そうか。ケン、見て花が咲いてる。こんにちは。花は好き？はい。でももう花なんて咲かないと思ってた。あなたが新しい用心棒ね。あんたは？私はマミヤ、この村のリーダーよ。野党が現れたら頼むわ。すぐ地獄行きにならないようにね。気の強い女だな。なあケン。ケン。あれはお前の女か。野党どもにくれてやるには惜しい女。俺の名はレイ、覚えておくがいい。ケン、あの人の目は人を助けるような目じゃない。分かっている。大変だ、野党の奴らが。なんだお前、邪魔しようってのか。言っとくが俺たちは強いんだぜ。ならば最初に死にたい奴から前に出てみろ。あった！おーっと！クリー！クリーグリー！グリー！何をしてるんだ！あった！ガル、ガル、ガル！気が変わったのでな。あれはなんと水長剣。うわあ！慌てるな、すでにそいつは殺してある。貴様、北斗神拳。ただの用心棒とは違う。あの男たちは一体。まさか北斗神拳を使う男に会おうとはな。なんと水長剣を使う男、レイと言ったな。なぜ奴らを裏切った？奴らとお前では勝負は見えている。俺は強い方に寝返っただけだ。なぜそこまで？胸に七つの傷を持つ男を見つけ出し、この手で殺すまで俺は生き延びねばならん。胸に七つの傷。大変だ、また奴らが。
様ら、よくも我が一族の血を流してくれたな。我ら騎馬一族に盾つくとどうなるか教えてやる。これを見ろ。みんな来ちゃダメだ。殺すんなら早く殺せ。あれは奴だ。おお、助けに行くぞ。待ちなさい。あなたたちが叶う相手ではないわ。出て行けば奴らの思うツボ。助けに行くことは私が許しません。マミヤさん、よく見ておけ。これがお返しだ。貴様らもあいつと同じように生きててやる。覚悟しておけ。覚悟するのはお前たちの方だ。お前らいいリーダーを持ったな。あの女の冷徹さは変える。あんたに何がわかる。コウは間宮さんのたった一人の弟なんだ。何？兄弟か。俺たちのテリトリーに入ってくるとはバカな野郎だ。さっさとかかってこい。そんなこと言って後悔するんじゃないぞ。兄弟たちの痛み面白い。どうやらとんでもない化け物が混ざっているようだな。そうだ、獣並みの力とスピードを誇るマダラの攻撃をかわせるかな。お前たちなど俺の敵ではない。あれはレイ。奴も来ていたのか。だがなぜ。貴様、お前が村に潜入し戦える者を殺す手はずだったはずだ。臆病風に吹かれたか、裏切り者め。貴様らごとき俺の前ではゴミくず同然。それに今日はなぜか貴様らを殺したくて仕方がない。我ら騎馬一族をただの組織と思うな。見せてやる、狼の群れのごとく統率された無敵の集団殺人剣、火山雲狼剣。よく喋る狼だ。貴様、いつの間に。俺を助けるつもりなら手出しは無用だ。そんな気はないが、二人の方が仕事が早い。
お互い女の涙には弱いとも言えるな。さて行くか。ここは俺に任せておけ。なんだ貴様らのその余裕は。それが殺されに来た者の態度か。ならば早くかかってこい。火山群論拳の恐ろしさをこいつらに教えてやれ。軍老犬か。子供騙しだな。貴様ら、そこまでだ。よくもわしの可愛い息子たちの血を流してくれたな。ケン、レイ、マミヤ、ごめんなさい。私、コウの仇を。この女だけではないぞ。見ろ、なんとの男。あれは愛。その声は兄さん。兄さんなの。連れ去られたはずのお前がなぜここに。なんとの男、貴様の弱点は分かっている。妹を人質に取られると何もできんふぬけだそうだな。貴様、あ、アイリを放せ。ああ、兄さん、本当に兄さんなの。でも、もう私には何も見ることはできない。あ、アイリ、お前、目が。連れ去られ、絶望の中にあった私には見ること全てが苦痛でしかなかった。そして私は自ら目に薬を浴び。なんという。お前は僕との男を殺せ。可愛い妹はわしの手の内だぞ。落ち着けレイ。奴の狙いは俺たちどちらか一方を先に倒すこと。奴は俺たち二人を同時に相手にはできぬことを知っているのだ。だが果たしてその男が妹を見殺しにできるかな。アイリ、すまない、ケン。レイ、いいだろう。だが、奥義を尽くさねば、俺は倒せんぞ。その構えは。この構えの持つ意味は、お前も知っていよう。本気で来なければ命を落とすぞ。アッター！アッター！
なんと、小波竜。北斗、龍撃鼓。やはり相打ちか。都合よく二人とも死によったわ。わしの切り札の方が強かったようだな。レイ兄さん、どれ、奴らにとどめを刺してやるか。あなたが兄さん、なぜ。叩き潰してくれるわ。やめて。うわ、うん、二人は返してもらうぞ。貴様ら、分かったな。敵を欺き活路を開くのも我らが憲法の奥義。戦いの前の構えは互いの飛行をつき勝ち状態になる合図だったのだ。よくもわしを騙しおったな。これでお前の切り札はなくなった。おざけ。わしの本当の切り札を見せてやるわ。公害古法。火山公害古法で鋼鉄と化したわしの体には傷一つつけることはできんぞ。大胸筋という飛行をついた。もはやお前の筋肉はブヨブヨの脂肪に過ぎん。な、何を、バカな、そんなバカな。言っておくが、お前の命はあと5秒だ。残された時間、念仏でも唱えるんだな。4 3 2。うわあ、
梁山ハーッ。ゼロだ。直せるのか本当に。ああ、ならば頼む。ケン、賢明という飛行をした。もうすぐ兄さんの顔を見ることができる。本当にこの目が再び。話が来てくれ。話。ケン、話と。お前は胸に七つの傷を持つ男を探していたのだったな。そうだ。その男は幸せの絶頂にあったアイリをさらい、俺の両親を殺したのだ。俺の胸にも七つの傷があるとしたらどうする？何？お前の胸に七つの傷？これは。兄さん！アイリー、その目は。見えるの。まだぼーっとだけど、兄さんの顔も見える。アイリケン、これはお前がアイリを連れ去った本人だと言っても信じはしない。レイ、アイリ、お前は連れ去った男の顔を覚えているか？あの男の顔はわからないわ。いつもヘルメットをかぶって顔を隠していたから。やはりケン、その男はもしやお前の名を語った？まさか心当たりがあるのか？奴が。聞いた話によると騎馬一族が全滅したそうだ。なんだって？一体誰が？なんでも胸に七つの傷を持つ男、確か。おい、お前。うわっ、いきなり何を？俺の名を言ってみろ。あんたの名前など知らない。助けてくれ。知らんのか？そうか、じゃあ死ね。おい、お前はどうだ？この傷を見ればわかるだろう。お、思い出した。確かケンシロウ。そう、このお方こそ北斗神拳唯一の伝承者、ケンシロウ様だ。お前、よく思い出してくれたな。はい、それはもう、あなたは有名ですから。そうか、お前も死ね。そんな。よく覚えとけ。この方はケンシロウ様だ。貴様のその目が弟に似ている。お待ちください。なんだジジ、この子は今日まで兄のため手となり足となり一生懸命生きてきたのです。それがどうした？
許してやってはくれませぬか。ダメだな。本当によくできた弟なのです。何？よくできた弟？何卒お待ちを。兄より優れた弟など存在しねえ。ガキ、貴様の無力さ思い知らせてやる。マコ兄ちゃん、アキ。やはり行くのか。ああ、見過ごすわけにはいかん。そうか。レイ、お前に一つ頼みがある。何でも言ってくれ。友の言葉として聞こう。バットとリン、あの二人を頼む。連れて行く気はないのか。今度の敵はおそらく身内、北斗神拳同士の戦いになる。何？一子相伝の北斗神拳に身内が？俺には三人の兄がいた。しかし北斗神拳を伝承できるのは一人。その兄弟のうちの一人かもしれんということか。今度ばかりは生きて帰れる保証はない。剣、死ぬなよ。ああ、二人を頼む。剣、あなたはユリアさんの思い出がある限り、あえて死地を選んで身をその中に。マコ兄ちゃん。おい、しっかりしろ。誰がこんなことを。ケンシロウ、奴は今どこに。あの村。年葉もゆかぬ子供に何という仕打ちを。ジャギ、貴様には地獄すら生ぬるい。もう村の連中にはケンシロウの噂が広まったようだな。やつらもまさか偽物だとは思うまい。本物は今頃自分の評判の悪さに驚いてるだろうよ。ちげえねえ。おい、お前たち。は？なんだてめえは。ケンシロウに伝えろ。何？ケンシロウ様に何の用だ。弟が会いに来たとな。何？弟？貴様、本物のケンシロウか。そう。そして奴の本当の名はジャギ。かつて兄と呼んだ男だ。そうか、貴様が弟か。俺も運のいい男だぜ。ここで貴様を倒せば俺はあの方の右腕にしてもらえるからな。ならば早くやってみせろ。やろう。言わせておけば。見ろ、俺様の北斗神拳を。ジャギ様から奪い取った技、とくと味わわせてやるわ。いいか、行くぞ。いいぞ兄貴、やっちまえ。死はずの野郎だぜ。やった！
たらば。いが。たらば。やった。やった。やった。なんだ。なん。いが。ジャギの居場所を言え。この先の高層ビルだ。ジャギ様は弟の貴様に対する憎しみだけで生きている。そうか。行けば貴様は必ず殺される。行って殺されやがれ。行って俺に対する憎しみだけか。村人はなぜ姿を見せぬ。それにこの殺気。ケンシロウ。子供。これが子供の殺気か。アキお父さん、殺したな。お前なんか人間じゃない。アキを返せ。砂漠のあの子の兄か。かつての俺の甘さがこの幼い兄弟に悲劇をもたらしてしまったのか。お前なんか殺してやる。お前の怒りは俺にもよくわかる。撃て。撃つがいい。ええ。どうした。撃て。撃て。やつが来る。ジャギ様、外が騒がしいようですが。俺の獲物だ。獲物ですか。気負ったか。なんだ貴様、死にてえのか。我が配下ながらバカな奴らだ。ケンシロウ、どの程度の腕になったかこの兄に見せてみろ。貴様程度の男、ジャギ様の手を煩わせるまでもないわ。おめし、おめし、おめし、おめし。ち、たった一人の男に何してやがる。やった、終わった。いたくも、くも、くも、も、もれやお。うわぁ、やった。お前やった。
甘い甘いな。その程度で俺様の復讐に耐えられるか。ジャギ、早く死に場所を選べ。貴様は死ぬべき男だ。ふざくな。今の俺は昔の俺ではないぞ。まだそんなものに頼っているのか。大口を叩けるのも今のうちだ。来い。ここなら邪魔が入ることもない。心置きなくお前を殺せるというわけだ。どういう心境の変化だ。闇討ちの得意なお前が。以前の戦いで俺に勝ったつもりでいるのか。貴様が伝承者に選ばれたあの時、俺はあの時の恨みを決して忘れん。お前は俺への恨みを晴らすためだけに俺の名を語り、多くの人々を犠牲にしてきたのか。そんなクズどもの命などこの傷の痛みの日ではないわ。見るがいい。この傷が痛むたび、俺はお前への憎悪を燃やし募らせてきたのだ。あの時は俺が足を滑らせたため運よく勝てたんだ。今回はあんなヘマをせんぞ。まだ気づいていないのか。すでに飛行を疲れ、足の自由が奪われていたことに。何？だが今はお前を生かしておいた俺の甘さを後悔している。その悔いをこの場で断つ。貴様に俺と同じ生き地獄を味わわせてやる。俺がなぜこのヘリポートを選んだと思う。このタンクにガスが残ってることを知っていたからだ。何をしようとお前が死ぬことに変わりはない。強がっていられるのもこれまでだ。これで貴様の逃げ場はなくなった。また分からんか。死ぬのはお前だ。今こそ北斗神拳の真髄を見せてやるわ。腐った貴様が北斗神拳を使いこなすことはできん。この非常さ、凄み。昔のケンシロウではないな。俺は今日まで無数の敵の血を流してきた。友と呼べるライバルたち、その友の血が俺を変えた。友？真か？真のことか？お前の命もこれまでだ。だから貴様は甘いというのだ。すでに自分だけが炎に追い詰められていることに気づかぬとはな。うん？俺はこの時を待っていたのだ。メイドの土産にいいことを教えてやろう。貴様が今友と言った真、その真の魂を悪魔に売らせたのはこの俺だ。何？奴のために真やユリアが死んだというのか。いや俺はお前から全てを奪ってやった。そして今ここでお前の命も尽きるのだ。ユ
許さん、許さんぞジャギ。ジャギ、俺の名を言ってみろ。なんてやつだ。まったく今さら逃げても無駄だ。バカめ。これはなんと聖剣。そうだ、俺も昔のジャギではない。俺様のなんと聖剣を見切れるかな。どこで南都聖剣を身につけた。知ってどうする。貴様はここで死ぬんだ。聖剣を身につけようとも、そんなスローでは俺は倒せない。お前の謀略のために果てた4人の怒り、悲しみ、じっくりと味わうがいい。待て、ケンシロ、話せばわかる。話せば。まずこれは真の軍だ。そしてこれはユリアの分。三人目はあの幼い兄弟の分。ちょっと待て、まさかその矢を。やめてくれ。そんなもの刺されたら死んじまう。な、うん、そして最後、お前によって全てを奪われた、この俺の怒りだ。あっ、うん、貴様にはその醜い死に様がふさわしい。あと数秒でお前の体はこの世から消え失せる。終わりだ。終わりだと。バカめ、お前にはまだ二人の兄がいるのを忘れたか。何、貴様の地獄が胸に浮かぶわ。あの二人が生きていたのか。今はの際のジャギの言葉、ケンシロウを地獄へと導く道しるべとなるのであろうか。伝承者争いに終止符を打つため、ケンシロウは旅立つのであった。